もおとねちゃんです。さて本日はですね、私のマフラーの巻き方をご紹介したいと思います。それではレッツのマフラー。パプリカ花が咲いたら晴れた空に種をまこう。いやはやみなの衆、今日はですね、最近すごくリクエストが多かったマフラーの巻き方をご紹介したいんですけど、やっぱりねマフラーは本当に女子の最強モテアイテムやと思っているのね。私はなんでかっていうと、やっぱりね盛れる顔が最強に、やっぱりねここにモフってあるだけですごいね小顔効果もあるし、あとやっぱりねマフラーしてる女子は可愛い、もうこれは間違いない本当に。なので今日はですね、まあ、先に私が持っているマフラーを紹介しつつ、マフラーの巻き方をご紹介していくので、それでは最後まで見ていっておくんなまし。最初にマフラーを紹介していくんですけど、ちょっと前に手に入れたものとかもあるので今あるかわかんないんですけど、あったら概要欄載せとこうと思います。じゃあ一つ目はですね、もう古い順で言ったらこれが一番古いかも。これね KBF のマフラーです。これはねめっちゃ良くて、ここに穴が開いてあってこうやって通すだけ。ちょっとスヌードっぽいかな、こっちはね。ちょっと大人っぽいコートとか着てる時は割とこれをね使っております。生地がねファーになってるからめちゃんこあったかいです。お次がこちらですね、この白いマフラーなんですけど、これはねこんな感じで下に結構太めのフリンジがついていて、素材も結構なんかケバケバするような感じですね。あのねデートメイクの時にすごい聞かれたんですけど、マジでどこのやったっけってなってるというのも多分アウトレットで買ったんよね、多分ダブクロかビームスどっちかと思うんですけど、でも今年はない気がするな。まあどっちかで買いました。もうこれも結構長く使ってます。でお次は紫のマフラーです。これはさっきの白のと比べてこのフリンジが細い感じになっております。このマフラーは友達にもらったからあれないけど、レイ ID というところで友達がくれました、ありがとう。これはもう格好がめっちゃシンプルな時、黒とか白とかグレー系の時はこういうちょっと色物を合わせたりしております。コート閉めちゃったらわからんないけどさ、でもねいいよね、こういう色物が一つあるのは便利だなと思っております。最後がこれですね、この間ザラの購入品で紹介したチェックのマフラーです。割とねさっきのやつはちょっとチクチク感がまあたまにあるんやけど、これはもう全然チクチクしない感じの布でございます。これはね全部端っこにこんな感じでフリンジがついてるから怖いよね。このマフラーはブラウン系のお洋服着てる時とかはよくつけております。だいたいねこの4つが私が最近もうずっと使っているマフラーです。じゃあですねマフラーの巻き方ご紹介していきます。最近手に入れたこちらのザラのマフラーを使っていきたいと思います。じゃあまずはもうめっちゃシンプルな巻き方からいきます。はい、まずこんな感じで首通すやん。んでまあ普通に一周ぐるりとして後ろで一重、こんな感じ。ポイントは一重しかしないのでこの辺をだいぶゆったりさせてあげるといい感じですね。制服の時とかは割とねこういう巻き方が好きでよくやっておりました。なんかシンプルやしボリューム感も出るので私はいいんじゃないかなと思います。この辺がねちょっと長い場合は逆から巻いてあげる方がいいかもしれないです。はい、これがね一つ目の巻き方でございます。二つ目なんですけど、もうこれも定番ですね。もう完全にこれを二つ折りにします。首の後ろに持ってきて、ここにね輪っかができると思うのでそれを通す。これが2つ目でございます。でこの時にここをねちょっとだけ広げてあげる方が私は好きなのでこんな感じですね。この巻き方はほんとねすごく優秀というか、まあ、私的なあれなんですけど、結構さわかる、さっきのって横に広がってる感じやったやん。だけどこの巻き方って縦に降りてるので割とボアとかごつい系の着てもこの首元はシュッとして見えるのでガタイがごつく見えないというか、私的にはそういう感じがします。ボアとか割とアウターがごつめん時とかはこっちの方がいいかもしれないです。こういうね今日みたいなキルティングのコートもさボワってしてるけど、この辺はシュッとしているのでアウターがこうごつめのものとかはこの巻き方をしております。じゃあお次はですね、私が一番よくしている巻き方です。デートメイクの時とかもこの巻き方をしておりました。せっかくなのでちょっと今度じゃあ色物でやりたいと思います。まず普通に首の後ろで通します。その後なんですけど、まずどっちでもいいんですけど一重巻きます。はい、
こんな感じです。このね、巻いた時はこの残っている側ですねの上から巻く方がいいですね。でですね、ここの間、ここですね、わかるかな、こんな感じ、ここにさっき巻きつけた残りを入れます。よいしょ、こんな感じになります。ちょっとこっちの方が長くなるから、こっち引っ張ってあげて、またこっちに持ってきてって調整しながらやってあげると、こんな感じでございます。まあ長さはね、人それぞれ好みがあると思うんですけど、私は割とこんな感じでバラバラでするのも可愛いかなと思っているので、一応これが多分ピッピッティ巻きっていうのかな、これがね、私が一番よくするマフラーの巻き方です。この巻き方の何が好きかって、やっぱりこのボリューム感、このボリューム感によってこうちょっとね、小顔に見えるっていうのと、これもさっきの一番最初より横に広がってないから、こう縦なのですごく華奢にも見えます。なのでなんかこうボリュームがありつつ、あんまりこうガタイをごつく見せないというか、顔周りもすっきりさせるような巻き方なので、すごく気に入っております。はい、ってことですね、いかがだったでしょうか。これが私のマフラーの巻き方でした。もうね、マフラーはね、やっぱ冬の醍醐味やし、私自身マフラーをすごく巻くのが好きなので、結構冬の必須アイテムだと思っております。ぜひね、皆さんの参考になればなと思います。はい、ってことで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram やもやってるので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Chilling and having a good time.